あれからウプ主がディスコードを教えてくれたおかげで、オンラインゲームがさらに便利に、楽しくなったわ。最近じゃゲームをする時だけじゃなくて、雑談したり趣味についてディスコードのチャットで話したりもしているわ。よ、霊夢。って、お前ここで飯食ってるのかよ。あらマリサ、いらっしゃい。ウプ主が前回ディスコードで質問募集してただろ。あ、そういやそうだったわね。その質問に回答するからちょっと来いって。了解。フラン、ちょっと退席するわね。おいおいチャットしてたのかよ。一人でご飯食べてる感じがしないからいいのよ。ようこそいらっしゃい。やけに気合入ってるな。ほんと、ズボラなウプ主がちゃんと準備してるわ。それもそのはず。今回は視聴者の皆さんからいただいたご質問にお答えする、質問回答動画だからね。一体どんな質問が来たんだろうな。どうして髪の色がナスみたいなんですか。お前がここで質問してどうする。ありがたいことに、多くの皆さんから質問をいただきました。質問を送ってくださった皆さん、ありがとうございました。今回は送っていただいた質問をいくつか抜粋して、回答させていただきます。私が送った質問はあるかな。お前も送ってたんかい。それでは早速答えていきましょう。ホラーゲームをやる予定ってありますか。コロナに限らずお体に気をつけてください。もちろん、今後もホラーゲームは実況していく予定です。あんたどうしようもないくらい怖がりだからねー。この前実況したコンビニもすげえビビってたしな。大人になったらホラーが大丈夫になると思ってたんだけど、全然ダメなままです。体調も気遣っていただきありがとうございます。みんなも体調に気をつけてな。好きなうんまい棒の味は何ですか。ちなみに私はサラミ味です。今のナレーション、絶対あの委員長だろ。委員長元気かな。私の好きな味は、コンポタ味です。好きすぎて30本入りのやつをよく買います。お前もあの委員長のこと言えなくなってきてるぞ。いやー、手軽に食べられるし満足感がすごいよね。私はごまの風味たっぷり担々麺味が好き。そんな味あるか。皆さんのお好きな味もぜひ教えてくださいね。焼肉で一番好きな肉は何ですか。タン。即答なんですけど。脂っこいお肉が苦手なのでタンばかり食べてます。ホルモンも美味しいわよねー。ああ、お腹減ってきた。今日はこの辺で失礼させるか。てかお前さっきラーメン食ってただろ。焼肉は別腹よ別腹。はい。何の動物が好きですか。いろいろな動物が好きなんですが、強いて言うなら、猫ちゃんです。ウプ主猫飼っているもんな。本当に可愛くて可愛くて癒されるんだよね。親バカだわ。ちなみに二人の好きな動物は。私は犬が好きなんだぜ。私はウサギかな。動物の動画をたまに見るけど、疲れた時に癒されるからおすすめだぜ。質問です。今までの動画で編集が一番時間かかったのは何ですか。答える前に、二人は何だと思う。茶番じゃないか。私も茶番だと思うわ。正解は、茶番のオープニングでした。ああ、そっちね。裏話をちょこっとすると、オープニングって、曲の雰囲気と歌詞に合わせて、映像を入れていくんだけど、その映像をどんな風にするか、めちゃめちゃ悩むんだよね。ミュージックビデオを制作しているような感じね。歌詞の通りに映像を作ると、紙芝居みたいになっちゃって、せっかくの歌の良さが引き立てられなくなるから、抽象的に、かつ歌詞とリズムの雰囲気から離れすぎないように気をつけたよ。へえ、いろいろと考えて作ってんだな。という理由からずっと悩んで作って作り直しての繰り返しだったので、とても時間がかかりました。家で、漫画とか読みますか。毎日は読みませんが、たまに読みます。最近だと鬼滅の刃を電子書籍で大人買いして読みました。流行ってるわよねー。私も毎週読んでるぜ。タクッチさん好きな教科とかありますか。好きだったのは、日本史と美術です。英語は。あんた数学も苦手だったわよね。国、数、英の三教科壊滅的じゃねえか。そうなんだよねー。興味のあることは勉強してて楽しいんだけど、それ以外はきつかったなー。でも大人になるとよく言うじゃない、もっと勉強しておけばよかったなーって。確かに、英語なんかは常々そう思うよ。質問です。ゆっくりをやろうと思ったきっかけは何ですか。もともと生声で実況をしていたのですが、機材の故障でできなくなってしまい、何か代わりの方法はないかなと探していたところ、ゆっくり実況という、実況方法があることを知りました。生声じゃできないような色々な表現ができることに驚き、その日からこのスタイルで実況をしようと思い、始めました。ほんと人間何が起こるのかわからないわよねー。エビで美味しい調理は何ですか。
エビは揚げても焼いても蒸しても美味しいんですけど、私は焼いたエビが好きですね。素焼きにしてお塩をかけて食べるだけでもう最高にエビを感じられます。エビに対する熱量すげえな。私だってフカヒレに対する愛は人一倍よ。質問です。今一番叶えたい目標は何ですか？それはもちろん、フォートナイトで建築が上手にできるようになること。早く起きられるようになることかと思ったわ。それはお前の目標にしろ。早く上手に建築ができるようになりたいので毎日練習していますが、進歩していない気がします。みんな何年もやっているのよ。ウプ主もこれをずっと続けることが上達への近道ね。みんなからもらったアドバイスをもとに練習あるのみだぜ。タクッチさんは人生で初めてやったゲームは何ですか？ズバリ、ポケモン赤です。へえ、ポケモンなのね。初めて遊んだ時、すごく感動したのを覚えているよ。それから今でもポケモンのソフトを買って遊んでいるんだから長いもんだな。一日に何時間ゲームと編集するんですか？編集はだいたい5、6時間で、ゲームは3時間くらいやってると思います。時間に余裕のある日は、ゲームだけで5時間以上やっていることもあります。逆にゲーム以外でやってることあるの？ないかな。こんにちは、質問です。タクッチさんは TRPG というものを知っていますか？またはやっていますか？あとタクッチさんの好きなアニメとかはありますか？僕は文豪ストレイドッグスが大好きです。TRPG は知っていますが、実際に遊んだことはありません。なぜなら一緒に遊んでくれる友達がいないので、悲しい理由だな。好きなアニメはフェイトシリーズです。コラボカフェとかグッズを集めるのが好きなので、楽しくオタ活してます。好きなアニメって何年経っても色褪せないんだよな。ということで、以上質問回答でした。質問を送ってくださった皆さん、改めてありがとうございました。まだサーバーに来たことない方は、この動画の概要欄に貼ってある URL から、ぜひウプ主のサーバーに遊びに来てくださいね。ご視聴、ありがとうございました。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。次こそビクロイ取りたいな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。